ありがとうございます。いきなり泣いてもらってるよな。
どうぞ。1曲目はまず、美空ひばりさんの「愛さんさん」を、ちょっとカバーしてみたいなと思います。どうぞゆっくり聴いてください。Thank you.
2曲目は、ミニヤンバという曲で、アフリカの歌なんですが、サバといって大きいヘビっていう意味で、なんかヘビは旅に出るときはなんていうかな、お父さんとかお母さんとか、まあ、家族とかそういう、まあ、みんなと別れて一人で旅に出るらしいんですよね。でなんかまあ、きっと陽介もなんかこう最終的にね一人っていうか、なんか一人でこうきっと旅次のこうステップというかに行ったと思うから、なんかそういう意味でこの歌を歌ったらどうかなって言って、このウゴニこの楽器はウゴニって言うんですけど、この演奏してくれる陽介くんが提案してくれて、一緒にやってみたいなと思います。
ございました。
優しい。ありがとうございます。君がいるという歌でした。陽介くんと初めて会ったのは何年前かわからないんですけど、きっかけは今の歌を作ってくれたあの慶保って、多分みんな知ってる人多いと思うけど、慶保が陽介くんの友達で、でそれで奈良の友達の家にいる時に初めて会ったのかな。いつだったか忘れちゃったけど、その慶保の縁で出会って、で本当何回かしか会ったことなくて、3、4回、5、6回ぐらいかな。でも一緒にライブした時もあって、その時なんかお面つけて踊ってくれたりしてくれて、もう3年ぐらいずっと会ってなかったので、なんかこうあんまり実感がないのが私は本当なんですけど、でここに来たらきっといろんな思いになるかなと思ったら、なんか全然こう、なんていうのかな、私は寂しさがなくって、あ、なんかめっちゃいるじゃんみたいな、なんか抽象的だけど、なんだろう、あ、本当にこう見えなくなっただけでいるんだなと思って、だからこうちえちゃん家にね、小林家に3日間4日間ぐらいいて、本当なんかみんなで過ごしてる感じっていうか、でなんか自然といる人がすぐこうずっと一緒にいたような、なんていうのかな、本当にこう家族になったような、たった何日かしか一緒にいないのに、なんかこう全部陽介くんがこうチュンチュンチュンみたいな感じでこういろんな各地から今日もこうやって集めてここに集わせてくれて、私たちのこうつながりをまたこう再確認させてくれてるんやろうなってすごく思います。私は亡くなる前に会いに行けなかったので、手紙に歌いに行くから待っててよって言ったんだけど、私は間に合えなかったから今日は思いっきり陽介くんに歌いたいと思います。
Oh.
されまた生き返る倒されまた倒されまた蘇る倒されようが構わないリンララ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 Thank you.
だろう。愛しい愛しい
介くんにみんなで歌いたくなったので歌いましょう。イエーイ。あのめっちゃ簡単なやつ真似してください。生きてる中であなたの心に届いた
して生きてやがあなたの中の大事なこと目を閉じてて見えるものを心で感じる確かなことを今まであなたが見てきたものを大事な大事なその何かを君が今思うことをあなたの中の素直な心で大事な大事な本当のことを
っていう歌う曲。これからずっとずっと続いてく命の道を、僕らはずっとずっと歩いてゆく。生まれな命、旅立つ命、生きる命。ただそれだけさ、この星に命がある。100年前から続いてる命の道を、僕らはずっとずっと歩いてゆく。生まれな命、旅立つ命、ただそれだけさ、この星に命がある。これからずっとずっと続いてく命の道を、星に命がある。生まれてきた命にこんにちは、旅立った命にありがとうを、今生きてるその命におめでとうを。いろんな命が輝いてるこの星に生まれた僕らは、命の道を歩いてゆく。これからずっとずっと続いてく命の道を、僕らはずっとずっと歩いてゆく。生まれな命、旅立つ命、生きる命。ただそれだけさ、この星に命がある。命がある、命がある、命がある、命がある。
は変わってゆくよ。まるでこの街のように、急ぎ足してかけてゆく。息が切れているのにも気づかず、このまま走ってゆけば、また涙が流れる仕組みさ。今ならまだ間に合うよ、心の声を聞いておくれよ。ほんの少し前の話さ、ここに緑が溢れてた頃、今は灰色の街にも小さな命が奏でる音があった。何かの犠牲の上に成り立つ僕らの暮らしに、気づいて周りを見渡せば、小さな命の声は消えた。欲望ででかくなる街に、心と灯る明かりは、小さな田舎の街のいつもの日々を突然奪った。操れる力に頼り、舵を取るというの、それは人々の涙より大事なことなの。もしも叶うのなら、心の声を聞いておくれよ。僕らが願ってるのは、みんなの未来のことなのだから。世界は変わってゆくよ、僕らの望むように。操れる船に乗るのか、それとも小さな船を漕ぎ出すか。大事な人を思って未来を選んでゆけば、まるで鏡のようにそれぞれの生き方が世界を変えるよ。あなたの命もどっとさま同じだろう。ならなんて自分のことのように感じてやれないの。失われたのが自分の日々だったとしたなら、このやりきれない気持ちはどこに向ければいいの。明るい未来を願って叫ぶ声は空に消えた。悔しさに流した涙はこぼれて大地に染みた。行き場のない無数のゴミと、行き場のないこの思いを、このまま埋めて隠して倒して終わりかい。もしも叶うのなら、心の声を聞いておくれよ。僕らが願ってるのは、みんなの未来のことなのだから。未来は変わってゆくよ、僕らの望むように。悲しみはいつか晴れて、みんなが笑える時が来る。世代は変わってゆくよ、次々と生まれる命。ただただ願うよ、元気にこの子たちが育ちますようにと。
それとも小さな船を漕ぎ出すか。大事な人を思って未来を選んで行けば、まるで鏡のようにそれぞれの生き方が世界を変える。未来は変わってゆくよ、僕らの望むように。悲しみはいつか晴れて、みんなが笑える時が来る。世代は変わってゆくよ、次々と生まれる命。ただただ願うよ、元気にこの子たちが育ちますようにと。
さでも感じ心動かされたなら湧き出す力は何を変える、どうすりゃみんなが幸せになる、誰もがみんなこの星上でそれぞれに影響し合って生きている、あなたが照らす小さな暮らし、小さな芽が出て花となる、あなたが伝えた言葉の先に一体何が始まるだろう、イメージしてお互いの笑顔、幸せな顔を見ていたいから、世界は一つ、その中に星の数ほどあるものだったり、大事なものをそれぞれに心に抱いて生きている、自然のままに愛そうよ、メッセンジャーギラップ、やんでる世界にも癒やす、思いやり思い立ってゆこう、その優しさが線と心を直す、自分の生き方で表せ、メッセンジャーライザップ、もう夜明けは近い、暗闇通り抜け向かえる朝、希望の光が満ちてゆく、あなたの心を、あったかいあなたの心から変わっていく、みんなの鼓動、立ち上がるみんなの鼓動から、変わっていく世界の方向、ここから変わっていく世界へと、歩いてけ未来へと一歩一歩、猫が生えて
Smoking boy 強い心を持って Hey Smoking boy 世の中を変えてやれ退屈な日常の中で物足りなさを感じ何していいかもわからずその日常にうずもれてとりあえず空を見上げタバコをふかしてダラダラと過ごした日々自分は何がしたいのか何をすべきなのかわからずくすぶっていたその煙のようにWhat is good?
したあの夜のことを少ししか会えなかったけどでもありがとうあんたの愛が心に突き刺さるように残っているよだから泣かないで前を向いて進もうよきっと笑顔あふれる日々がきっと来るからだからそう Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright していただきます。俺多分陽介の作品の中で多分この太鼓の人がすごい一番好きなんだけど、もう本当一緒にセッションしてるみたいだよね。ね、そこにいいんじゃねえかみたいな。伝えるあなたと
人とが抱き合って、人と人とが笑い合って、今この場所で感じな幸せを。またどこかで会いましょう、絶対どこかで会えるから、絶対どこかで会えるよね。ほらこうして出会えたから、そしてすぐに時は経ち、あっという間に僕のライブも終わり、この後はカムアソートライブスが陽介のために歌うよ。みんなそれぞれに元気で今年も暮らしてゆこうね。だからまたどこかで会いましょう、絶対どこかで会えるから、絶対どこかで会えるよね。できればまたここ和歌山那智勝浦で。陽介ありがとう、また会いましょう。ありがとうございました。陽介ちゃんありがとう。なってきたことと思われますが、こんな時間になって山で音を出すとトークの民家まで、で何が起こっとるんや山の中で、心配されるといかんもんで、ちょっと外音を小さく控えがてら、みんなはもしよかったら手前の方に集まってもらえるときっと豊かな音量で聞いてもらえるかなと思います。Ah!
もうなんか私と陽介が、出会って、このカムアソートライブスというバンドはもうなんていうのかな、もう私たちみたいなぐらいの、なんかもう、もうなんか、まあみんなとこうして、まあ陽介もきっといるから、まあ寒いし楽しみましょう、動いてね、とりあえずね、今日ね、本当にけいちゃんが陽介の作品とかみんなに、ね、囲まれて、みんな大好きなみんなと一緒にお祭りをねやりたいってずっと前から思ってて、それがやっぱりね、一人ではなかなか実現できなかったことが、すごいこんなにみんなたくさん の家族たちの愛の力で実現することができて、すごい私たちも本当ちーちゃんと一緒、同じ思いで胸がいっぱいです。本当に今日はありがとうございました。ありがとう陽介、ありがとう陽介がなんかこうみんなを作ってくれたっていう、すごい感じがすごいします。本当に ここがね、熊野のみんなで本当に良かったなと思って、本当にすごい連携でこんな形にしてもらえてね、この短期間で、そうだね、僕たちにとっても本当に、僕個人の話では本当2年ぐらい前から急に熊野とかこっちの紀伊半島が気になりだして、縁が急にできて、何回も通って同じ道をさ通ってきたんだけど、昨日もね、東京からなんかもうほんと早起き連続して、わーって感じで交差点の真ん中でエンジン止まっちゃったりとか、いろんなトラブルがあって、もう起点聞かせて直樹がわーってセルかけて、なんとか事故らずに逃げてみたいなすごい旅をしてきたけど、でも本当に熊野に入る瞬間とか、神々しいすごい太陽、陽介が本当に見守ってるんだなって、今日もすごい痛感して、なんかね、七草音楽祭っていうのは昔ね、陽介やちえちゃん結婚式だったんだけど、七草、僕らの神谷草とかぶちがある七草でのそのイベントの時と同じ太陽だなと思って、すごいそういった祝福を感じながらね、ここに無事たどり着けました。本当にありがとうございます。すごく寒い夕方、ね、暮れてきたけど、春が待ち遠しいなっていう歌をやりたいなと思います。陽介もね、この曲知ってた、日本の童謡なんだけど、僕が一生懸命歌詞を覚えてる時に、陽介は全然最初から空で歌えて、何で知ってんのそれとか、有名な曲なんだけど、なんか僕はちょっと抜けてて、そこ全然覚えてなくてなんですよそれちょっと、じゃあ春の歌。
僕は陽介との出会いはもう本当に上阿蘇地区に引っ越しした時に、今から10年前になるのかな、お隣さんだったんです。陽介がまさかまさかの展開でね、同じ大家さんだったの。たまたま本当に東京から来た彫刻家の人がおるぞって大家さんに言われて、へーって思ってて、隣の人に挨拶しに行ったら、お互いなんかすごい、なんかすごい似たものを感じちゃったんだよね。なんかえーとか言って、お互い言って、なんでこんな人が隣なんだろうって、お互い同じことを言って、何かが起きそうだって思ったら、お互いの友達を紹介し合って、すぐにすぐにうちにたくさんの人たちが楽器を持って集まってくれて、このバンドカムアソートライブスが結成されました。体を悪くしてなかなかね遠くに行けないよっていうと、その時期でも本当にずっとずっと楽しみに、僕らの音楽を楽しみに来てくれた芸術家の陽介がそれを聞きに来てくれてたことが、本当にもう俺たちにとっては一番の自信になるし、めちゃくちゃ嬉しかったです。家で陽介がね、裏のヤブが汚れてるから一緒に掃除しようよ、掃除っていうか、いろいろなんかいろんな廃棄物が捨てられてるヤブだったんだけど、なんかもうすごい崖のようなとこだったんだけど、もう足場の悪いところのなんかいろんな落ちてるゴミを一緒に拾ったのが陽介との最初のあったかい思い出です。その時に陽介はすでにスパイク足袋を履いていたんだけどね、たびたび旅を吐くたびに、そんな歌聴いてみてください。昔の人は暮らしの中で、幾度となく屋根に登ってさ、水じゃ滞り深日照りのこと、水じゃ滞り土木治水のこと、全て放てるように。
Bye.
Yeah.
です。Final tune.
ま吹くそよ風に乗せ歌う歌う You know say 浴びる太陽の下 Rising sun七層で知り合って、ね、ずっと本当にけいちゃんと、ね、知り合う前からも家族のようにみんなであの兄弟のように同じ釜の飯を、ね、食べたりねいろいろあのいろんなこと一緒にしました。それで陽介が旅に出てちえちゃんに出会ってちえちゃんと結婚してたくさんの子宝に恵まれてそして奈良から飛鳥そしてこ の, あの和歌山にたどり着いて和歌山で本当に天命を全うしてすごいあの陽介の魂が何ていうのかな
いろんなところを旅して私たちをこうみんなつなげて一つにしてくれたんだなと思って、すごいこうやってあのみんながみんなの顔を見ていると本当に胸がいっぱいです。ありがとう、ありがとうございました。一応あのメンバー紹介誰もいなくなっちゃったんだけどメンバー紹介したいと思います。ずっとあの陽介と七草で一番最初に知り合ったたっちゃんです、畳屋たっちゃん、太鼓の太鼓、畳、田んぼのティティティたっちゃんです。そうだね、陽介が七草に初めにいてね、一人移住者第1号だったよね。でうちで千恵ちゃんと出会ったしね、あの運命的な出会いね、そういうことがあったりして、本当変わったやつだったっていうか、すぐどっか行っちゃうんだよね、夜とか家でさ飲んでたりするとさ、もう変なスイッチ入っちゃってね、すぐ一人でもう家歩いて家帰っていっちゃうんだよね。そういうやつで最高な、楽しいいいやつだったなって思うし、なんかいつでも一緒だから、みんな言ってたけど、まあね、形がないだけだからさ、本当まあそのまんま俺たちはやるし、ずっとガイドしてくれると思うし、なんかありがたい存在ですね、いつまでもね、今日は本当ありがとうございました、寒い中。やむなんや店長とみちゃんへじゃあバトンタッチ。最近全然ライブ来ないけど。お願い出てませんが、あの陽介くんはよく何してこのいろいろ残して帰るっていう、ちょっと怒りすぎてちょっと拗ねることが多々あって、あのよく気がついたらいないっていう状況を作ってました。彼は忘れないよ、忘れないよ、楽しく。